行き止まりだ。どうしよう。おい、そこまでだ。おとなしくしろ。そ、もう追いついてきやがったか。千君、もう諦めて。ボーマンさんは警察官でもあり戦闘が得意な人なんだよ。千君にかなうわけないじゃないか。そんなこと言われて諦める俺じゃねえんだよ。仕方がないか。ボーマンさん、倒しましょう。わかりました。千君、許してね。ヒヒ、無双封印。ヒヒ、螺旋犯。倒したか。天君、天さん、手錠かけてもいいですか。9月13日、午後6時、誘拐、銃刀法その他諸々の罪で天君を逮捕する。最後に言い残すことは、最後に霊夢に言いたいことがある。俺とトレラック君が特訓してもらった組長は大トレル。なんだ今のは。嘘だろ。天君、どうしたんだ。天君、返事してよ。霊夢さん、天君はもう、そんな、嘘だよね、嘘だと言ってくれよ。最後の遺言何言ってたか覚えてますか。大トレまでは覚えてます。大トレ、霊夢さん、天君を撃った犯人分かったかもしれないです。マリサさんたちと合流して犯人の元へ向かいましょう。霊夢さん、天君のためにも犯人を捕まえることを優先してください。天君は救急車で病院に運んでもらいます。わかりました、行きましょう。次回へ続く。